二五二五二五、1970年12月23日台は、日本のファッションデザイナー、ファッションディレクター、及び音楽プロデューサー。1990年代に、裏、原宿系、ファッションブームの火付け役となった、ファッションブランド、A ベーシングエイプ、A ベーシングエイプの創業者。高級ストリートファッションの先駆者として知られる。 DJ などの音楽活動もあり、実業家でもある。現在は、A ベーシングエープの仕事からは、離れ、フリーランスとして、自身のブランド、ヒューマンメイドのデザインを手掛けるほか、ユニクロの T シャツブランド、UT のクリエイティブディレクターや、カレーショップ、カレーアップ、ヒップホップグループ、テリアキボーイズのプロデュースなど幅広い分野で活動を展開している。本名は、長尾智明。 長尾智明。群馬県生まれ。妻は女優の牧瀬里保。名前の由来は藤原博士に似ていることから、藤原博士2号と相性がつき、その中の二号をローマ字表記にしたものがついている通り、商標としても登録されている。エーベーシングエープは、裏、原宿系ブランドの代表的存在として知られ、猿のキャラクターをデザインに配した T シャツで、 大ブームとなった。九百九十三年設立のアパレル企業、株式会社のウェアの展開によるファッションブランドで、その製品は、世界各地に約五十店ある、バペストアと呼ばれるショップで、独占的に販売されている。二千五年に、裏原宿にザ・ネプトゥーンズのファレル・ウィリアムスと、アパレルブランド、ビリオネア・ボーイズ・クラブと、アイスクリームを共同で立ち上げ、東京、ニューヨーク、 香港にも出展した。2011年に、ビリオネアボーイズクラブの運営及びデザインからは、退いている。文化服装学院在学中に DJ、ライター、スタイリストとしてのキャリアをスタート。卒業後の1993年、当時アンダーカバーをデザインしていた高橋立と共に、東京、原宿にアパレルショップ、ノーウェア、ノーウェアとナウヒアをかけているを、オープンし、 若者に爆発的な人気を得た。オリジナルのカモ柄を使ってデザインをしたアイテムが世界的なアイコンとなった。2004年には、米ニュース誌、タイムの特集、アジアの英雄20人に選出。翌2005年には、アンリーウォーホル総監の米雑誌、インタビューの日本特集号の表紙に登場。撮影は、シャネルのデザイナーにあたるカール・ラガーフェルドであった。 2007年、日本テレビ、24時間テレビ、愛は地球を救う、第30回の T シャツをデザイン。2008年には、雑誌、GQ ジャパン主催の、メン n ブザイヤーを受賞。2009年には株式会社のオウェアの代表取締役社長を辞任。ブランド式業務は、継続、同社からの独立という形で新会社の、2ゴールド、2ゴールドを設立した。2010年、 セレクトショップ、ビームス限定展開の新ブランド、ヒューマンメイド、ヒューマンメイドを立ち上げる。さらにアイウェアメーカーのクレードルより、イフェクタビー2号を発表。2011年に負債を抱えた株式会社のウェアを、香港のセレクトショップ運営企業、IT が買収。A ベーシングエープのクリエイティブディレクターとして2年の契約を締結した。年には、 コンバースとのコラボレーションによるスニーカー製品、コンバースアディクトバイ2号、コンバースアディクトバイ2号を発売。2013年、香港 IT との契約終了に伴い、A ベーシングエープのクリエイティブディレクターを退任、フリーとして様々な分野での活動を開始することとなる。同年、ユニクロの T シャツブランド、UT のクリエイティブディレクターに就任。2014年には、 アディダスオリジナルズとの長期パートナーシップ契約を締結。コラボレーションによるコレクションアディダスオリジナルスバイ2号が早速始動するに至った。同年にはデザイナー歴25周年を記念したオークション2号オンリーライブズトゥワイスをササビーズ香港で開催。ユナイテッドアローズとの協業によるスーツを主体としたブランドニッヒルドバイユナイテッドアローズ。 ニゴールドバイユナイテッドアローズの発売もあった。2014年11月、ファッションデザイナーの西山トールとブランド、ダウトフルアズダブルを立ち上げ、同ブランドの展覧会を原宿表参道で開催。2015年よりゼストーンにて、販売が開始されている。国内外問わず多数のミュージシャンと交流を持つ、DJ 歴23年、18歳の時に、 西アザブにあったクラブ、P ・ピカソよりキャリアをスタートさせる。2002年、M フローのバーバル、リップ、スライムの両 Z とエレマリ、ワイズラと共に、音楽ユニットテリヤキ・ボーイズを結成。ビーフ・オア・チキンをデフジャム・レコーディングスよりリリース。プロデュースに、ファレル・ウィリアムズ、ダフト・パンク、ビースティ・ボーイズ、コーネリアスらが参加。テリヤキ・ボーイズ全国ツアー。 デリバリーョ丁ツアー開催。ロキン、ON プレゼンツ、カウントダウンジャパン05、06にて、ライブパフォーマンスを行う。2005年には、テリアキボーイズが、MTV アジアアワーズ2005にて、スタイルアワードを受賞。翌2006年には、テリアキボーイズのハートブレイカーのミュージックビデオが、スペースシャワーミュージックビデオアワーズ06のベスト、ヒップホップ、R&B ビデオを受賞した。 映画、ワイルドスピード X3 東京ドリフトの主題歌を、テリヤキボーイズで制作。プロデュースは、ザ・ネプトゥーンズ・フェンディのイベント、ビニミックス・パーティーを総合プロデュースし、ファッションブランドとしては初めて国立競技場のグラウンドでイベントを開催。友人でもある、カニエ・ウェストがパフォーマンスを行った。2007年には、カニエ・ウェストプロデュースによる、 I still love HER フィーチャリングコニューウエストをリリース。カニエウエストと共にミュージックステーションに出演した。同年には台湾の野外フェス、フォアマスフェスティバル2007やサマソニレイナナ東京公演などにも出演。2008年音楽フェス、サマソニデフェスナイフェスとしてスペシャルステージをプロデュース。カニエウエスト、NERD、テリヤキボーイズがパフォーマンスを行い。 その後、香港にて、同イベントを開催。翌2009年には、テリアキ・ボーイズのセカンドアルバム、シリアス・ジャパニーズと DVD ・デリーシャス・ジャパニーズをリリース。カニエ・ウェスト、クリス・ブラウンらが参加した。初監督として手掛けた、テリアキ・ボーイズのミュージックビデオ、ゾック・オーエヌ・フィーチャリング・ファレルバスタ・ライムズが、MTV ジャパンビデオ・ミュージック・アワーズ2009にて、 最優秀ヒップホップデオ賞を受賞。パークハイアット東京のコンピレーションアルバム東京スイートバイ2号が発売。小袋のベストアルバムオールシングルスベスト2のアートディレクションを手掛ける。2015年ハッピネスのシングルホリデーのジャケットのアートディレクションとビジュアルディレクションを手掛ける。2016年ハッピネスのシングル セクシー・ヤング・ビューティフルのジャケットのアートディレクションとビジュアルディレクションを手掛ける。同年4月15日、ヒップホップユニットオネスト・ボーイズを結成し、DJ と音楽プロデューサーとして参加。ファレル・ウィリアムスの命名によるカレー店、カレーアップ、カレーアップの1号店を2010年に開店、全面プロデュースを手掛ける。2012年、ポラロイドフィルムメーカーのインポッシブルより、 インポッシブル b y 2号のフィルムと写真集を発売。a ベーシングウェイプのアトリエを自ら撮影したアテリアービー2号も同年に発売した。2015年にはサイバーエージェント及び同社の主力事業アメーバのロゴの刷新に伴う総合クリエイティブディレクターに就任、両ロゴのデザインを手掛けている。1999年。 東京パフォーマンスドールの元メンバーで歌手の一位ゆと結婚するも2002年に離婚。2008年12月16日、女優の牧瀬里穂と再婚。友人の紹介で知り合い、4年の交際期間を経て結婚に至った。億万長者で2003年度の納税額約1億8600万円。推定年収約5億1000万円。愛者は ロールス・ロイス・ファントム、ポルシェ・カイエンターボ、AMG300SL マルウィン V8 から6.0、その他多数所有し、アメリカの有名者雑誌ダブ・マガジンで二度拍子に抜擢。現在までに、世界中で雑誌の表紙を飾った数は、約230紙に及ぶ。前歯に、ダイヤモンド製で、固定式のグリルを装着している。プロレスファンであり、スターウォーズやビートルズなど、 ヴィンテージグッズのコレクターとしても有名。タレント、中山秀幸のスタイリストを務めていた時期があり、当時乗っていた軽ワゴン車について指摘されたり、するなどして、現在のスタイルに多少なりとも影響を与えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。